はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーゴーストガシャポンゴーストアイコン09です。はい、08に続いて09も争奪戦に負けましたので、 Amazon でノーマルセットを買いました。ラインナップは全6種類で、グリムゴーストアイコン、それのメッキバージョンと、三蔵ゴーストアイコン、それのメッキバージョン、そしてレジェンドライダーアイコンからオーズゴーストアイコン、こちらがラインナップされてて、さらにこれのメッキバージョンもあります。このオーズゴーストアイコンが08のガイムと違って、ノーマルバージョンでもレアアソートだったみたいで、レジェンドゴーストアイコンは高確率で難民化しますね。ノーマル3種セットを Amazon で買いましたけど、08と違ってちょっと高めで、送料込み2000円ちょっとで買いました。では3つ全部開けましょう。テープを切りつつ、プチプチの中からを出すと、おー、これか、超レアな、おー、オーズアイコンが入ってました。やった、オーズアイコンノーマルバージョンゲット。ちゃんとナンバー部分というか名前の部分が丸3つになってますね。すごい細かい。そしてベースはブラックで、白目部分は赤で、中の複眼はグリーン。まさにオーズのタトバコンボと同じ配色ですね。素晴らしい。とりあえず他の2つも開けましょう。こっちがグリムのガシャポン版。ラメが入ってない。おおおおおお、デラックス版と結構イメージが違いますね。デラックス版と違って、ラメが入ってなくて、ただのクリアグリーン。おー。これは意外。かなり雰囲気変わりましたね。そして3つ目は三蔵のノーマル。ラメが入ってなくって、普通のクリアホワイト。パール系でもなくって普通のクリアホワイト。あー、マッドドクター的なカラーですね。はい、ということで無事にアマゾンパワーで3つ揃えることができました。はい、まずはオーズゴーストアイコン、ぐるっと見回すとこのようになってて、正面、上側、そして下側、いつも通りホロなしの普通のシールで、 R12 平成12番目のライダーでオーズ魂の顔になってて、正面の絵柄は R12 ナンバリングからゴーストチェンジ、必殺技、おー、オーラングサークル、オーラングサークルが必殺技部分に書いてあります。かっこいい。そして通常。通常は、タトバコンボの複眼のグリーンカラーになってて、これで赤、黒、緑のオーズの顔のカラーと同じ配色です。押し心地はちょい軽めで、4面の絵柄に押すごとに変わります。通常、ナンバリング、ゴーストチェンジ、必殺技。そして、グリムゴーストアイコン、ぐるっとと見回すとこのようになってて、正面、上側、下側、デラックス版と比べるとラメが入ってませんから、パッと見ちょっとシンプルすぎるかなと思ったんですけど、今ちょっとテレビ本編を見返したら、本編でアランが使ってるアイコンはクリアボディでラメが入ってませんでしたから、見た目がほぼこれと一緒で劇中プロップに近づきましたね。ナンバーは14でグリム、シールは普通のシールでグリム魂で、中の絵柄はグリム魂のゴーストチェンジ、必殺技、通常、ナンバリング。押すごとに4面の絵柄に変わって、デラックス版とシールの感じを見比べると、結構色の濃さも違いますね。中の比較はこのようになっております。うん。緑色の目玉もガチャポン版の方が濃いです。それぞれに良さがありますね。そして三蔵ゴーストアイコン、ぐるっと見回すとこんな感じで、これも先ほどのグリム同様、ラメが入ってなくて、デラックス版と比べると普通のクリアホワイトになってます。ただこれも劇中プロップにすごい近くって、よりなりきり度は高いかもしれませんね。で、上のシールはホロじゃなくって普通のシールで、15番の三蔵、中の絵柄は三蔵魂のゴーストチェンジ、必殺技、硬い。通常、ナンバリング。なんか今回、硬い。かなり固め。これは個体差かな？結構ガチッと押す感じ。三蔵が抵抗して、抵抗して、ぐっとね、押せるような感じ。硬い。
この固めの塩なんかも本編に近いかも。押すごとに4面の絵柄に変わります。デラックス版と比べるとゴーストチェンジ、必殺技、通常、ナンバリング、これを押した後だと3分の1ぐらいの力で押せますね。ではオーズゴーストアイコンをゴーストドライバーと連動、僕も初めて聞きます。ちゃんとオーズ的なメダルスキャン音がして、セリフがメダル奪ったのところまでは聞き取れたんですが、それ以降はなんて言ってるのかな。メダル奪ったタカトラバッタ、なるほど、タトバだ。それを踏まえてもう一回。メダル奪ったタカトラバッタ、まさにオーズ。ガイムと違ってもうこれは完全にオーズですね。そして目玉の中もきっちりオーズの顔が見えます。オメガドライブ、オーズっていう言い方がテンション高めですね。そしてオーラングサークル、大目玉、大海岸、オーズ、大目玉。なんか LED の発光に合わせてオーズの目の部分が別の色に光っているように見えます。アップにして光らせると、おお、やっぱり色が変わって見えますね。次はグリム。はい、サウンドはデラックスと一緒で、相変わらずグリムの後に不気味なサウンドが流れました。オメガドライブ。大海岸、グリム、オメガドライブ。大目玉。次は三蔵。本当に硬い。無駄な抵抗は寄せ。はい、これもデラックスと同じで、猿、豚、カッパ、天竺を突破。目指すところは天竺なのに、天竺を突破したらダメですよね。ただこの音声は歴代偉人音声の中でも僕はかなり好きです。オメガドライブ。大目玉。大海岸、三蔵、大目玉。
と三蔵はデラックス版同様に下側にピンがありますから、メガウルオーダーに音声対応してますね。では次はメガウルオーダーと連動。はい、ファイティングペインが流れました。では次は三蔵にゴーストチェンジ。はい、ということでガシャポンゴーストアイコン09のノーマルバージョン3種類を紹介しました。レジェンドアイコンは相変わらず配色がほんとこだわってて、通常目にすることでオーズの顔の配色になりますし、音声もメダルスキャンとかタカトラバッタとかオーズ要素満載でしたね。そしてグリムと三蔵もデラックス版と違ってベースのクリアにラメが入ってませんから、見た目が結構違いますし、いい感じに差別化されてましたね。ということで次のガシャポンアイコン10は普通に買えるように頑張ります。以上、仮面ライダーゴーストガシャポンゴーストアイコン09の紹介でした。you